秋のドライブは果物と文化財とお湯の町山梨県の塩山へ、スーパーダイス Q。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。こんにちは、スーパーダイス Q でございます。対戦の途中でございましてですね、神社にお参りしたという僧侶のこちらとですね、なんとか大金をね手にしてビデオが欲しいというね、今日は写真持って、昨日忘れましたので、持ってまいりました。そうですか、全国、ああそうですか、こちらでございます。初めてのお子さんでいらっしゃいますか。初めて。名前なんて言うんですか。あつしです。あつし、はい、ね、神社のお守りが勝つか、この子供の写真のお守りが勝つか、こういうわけでございますね。はい、対戦の途中でございまして、3枚消したんですけど、共にセーフということですね。では、昨日のセットした番号が正しいかどうかご確認ください、どうぞ。大丈夫ですね。参ります。ゴルフのワールドシリーズが先頃アメリカで開かれましたが、この大会で2年連続3位と大健闘した日本選手は誰でしょう。久保井さん。青木荘。青木荘さん。梅沢さん、何番。4番。4。また4入れたんですか、あなた。え、あって言わないでくださいよ。私もびっくりした。あなたもびっくりした。はい、さっき思ってたんですよね、言わないように。4とは言わないようにって。つい言っちゃうんで。ご自分でセットした番号言っちゃった。あら、いやーねー、全然効き目なしでした。効き目なしって、そりゃお母さん子供のせいにしちゃいけない。そうです。ちょっとおっちょこちょいでしたね。すごくおっちょこちょいなんです。あ、そう、日頃から、どうも残念でございました。すみません、頑張ってください。どうも、あなた変な顔してたから、なんだろうなと思ったら、あなたはやっぱり死に頃の5ですか。いやいや、8だった。8入れたんですか。はぁ、ね、ね。さあ今度はどうでしょうか。初ノック。さあ、パーフェクトを1回記録しておりまして、41万5千円でございますね。いきましょう、ワンツーノック。よいしょ。さあどうだ。さっと来て7。7一つ。しょ。ね。ワンツーノ。セラバイ。今度、ああいいですね。8。8一つ。なんか行きそうですね、またね。ああ。ワンツーノ。よいしょ。6。6一つ。ね、あ、なかなかうまく出ませんね。いや、さあどうだ。今度は、あ、8いいですね。また8ですね。3と5ですが、どっちからいきますか。3と5。3からいきますか。はい。3。あれれれれれ。5。あら、おお。ダブルが2つありますよ。ダブルが2つありますよ。ダブルが。ねえ。4。今度はいくつが出ると。5が出た。5。1と4。どっちからいきますか。1と4。1と4。1からいきますか。はい。1。お、まさか、まさか。4。わあ、3回、じゃあ3回。ほら、数珠が出たぞ。数珠が出ました。さあ、ウルトラ一発100万円出たんだよ。ひっくり返したからね。あと2回です。あと2回。よいしょー。ほい、ほい、こっちが6。あ、これでウルトラ一発100万円ってのは、あなた3人目じゃないですかね。
そうですね。ねえ、やっぱり日頃の精進ですか。そうですね。ねえ、はい、いろいろとご先祖様が守ってください。はい、ね、はい、おめでとうございました。100万円ミルクの香りほのかなクリームウェハース、一日の中に美しい時間作りませんか。見つけましたね、新しい美味しさの組み合わせ、ルマンドとホワイトロリータ。時間列車を降りたらブルボンの欧風クッキーです。そう、お見合いだの。そうよ。ま、汚れの首はちゃんと洗ったのに。これ落ちるわよ、コソボーナス。いいだけでしょ。うん、お洗濯物全部よ。ボーナスの酵素は特別濃いので厄介な汚れまでまとめて落とします。みんな綺麗。汚れの首は捨てたわ。酵素が濃い酵素ボーナス、汚れの首はもう残しません。今便利な部分洗い用が新発売。おい、この頃綺麗だな。あら、あなたこそ若いわよ、ね、健康夫婦っていいですね。天然型ビタミン E 配合ネーブルキャップナチュール。西ドイツからやってきた新しい薬用歯磨きラカルトニュー5、歯槽膿漏や歯肉炎をしっかり防ぎます。1週間使ってみてください。5つの効き目のラカルトニュー5。いやー、お仲間の皆さんがですね、ウルトラ一発100万円で、ああこれであいつは人生が狂うとかですね、いろんなこと言ってますけど、おめでとう、あしたもう本当に素晴らしい100万円でございました。さあ、後に続く方もどん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 パーフェクト100万円出していただきたいと思います。新しい対戦です、どうぞ。年のいいや子供っぽくて大の動物好き、もしも生まれ変わるならばイルカかペンギンになりたいと思っている九州男児です。あー、いいのしてますね。頑張ってって言った方は、はい、うちの味です。奥様でいらっしゃる、はい、同じように真っ黒毛ですね。ねえ、はあ、これ海焼けですか。そうです。ねえ、宮崎からお越しいただく、はい、じゃあご夫婦で海へ行って泳い。そうですね。ねえ、はい、イルカが大好き、はい、奥さんとどっちが好きですか、イルカと。やっぱし、ご愁傷様でございます。ねえ、今見たでしょ。嬉しいですね、やってみたいですね。したいですね。ね、はい、はい、お相手の方です、どうぞ。去年の5月に結婚してやっと主婦らしくなってきました。結婚した途端に3キロも太っちゃって、主婦家業とは太ることと知りました。そうですか。楽ですか。はい、楽ですか、奥様業というのは。大変ですね。大変です。何が一番大変ですか。やっぱり3食作らなきゃいけないことですね。そうですか。あの、この間ね、お出になった方、旦那さんが全部調理師の方で作ってくださる。お宅のご主人は何もしません。何にもしない、はい、今日はいらしてますか。ここにいます。あ、こちら、うん、でも手を挙げるぐらいのことするじゃないですか。はい、お二人の対戦でございます。手元をちょっとご覧ください。こちらのボタンでございます。こちらのボタンでノックアウトマーク1番から9番までお好きな数字どうぞセットしてください。どうぞ。参ります。第1問です。今は亡き親友エリチエミの思い出を書いたテネシー大城さん。雪村泉。雪村泉。テネシーワルツという絵で二課展に初入選したベテラン女性歌手は雪村泉さんです。高橋さん、何番いきましょう。5番。5番、ど真ん中5番、どうだ。ね、次の問題です。毎年今の季節になると大学や社会人のラグビーチームの合宿でにぎわう菅平高原は何県にあるでしょう。高橋さん。長野県。長野県です。今度は大城さんです。6番。6番、隣が6番です。それぞれ1枚引きましてね、白いボタンがこう1枚消したよという印がついてますけど、嫌なもんでしょ高橋さん。そうです ね、 お城さんもね、ほっと胸をなで下ろしましたけどね。はい、はい、第3問です。テレビのトーク番組の司会者で対談相手の美女ブルックシールズからキスをされた関西のタレントは誰でしょう。大城さん。桂三枝。桂三枝。高橋さんの8番。8番。次の問題です。
果物の柿が出回るシーズンは健康にもいいところから、昔の人は柿が赤くなると誰が青くなると言ったでしょう。大城さん。医者。医者が青くなる。さあ高橋さん何でしょう。4番。4番、ね、いろんなものを確認して4番も成功ですね。まかり間違っても自分のセットした番号を言わないでくださいね、お二人ともね。参ります、次の問題です。東北新幹線は12両編成ですが、このうちグリーン車は何両あるでしょう。大城さん。2両。高橋さん。3両1両ですよね。はい、バツマークプールされました。次の問題です。今度バツマークをもらった人は2枚ということになります。ちょっと辛くなりますね。参ります。海藻にもいろいろありますが、三陸鳴門が名産地の海藻といえば。大城さん。わかめ。わかめが高橋さん2枚ですね。さあどこどこ行きましょうか。1番と3番。1番と3番両方セーフでいいさ、ね、3番はどうだ。お願いよっていう感じで正解ついてますね。高橋さんもかなりついてますよ。次の問題です。日本で最初に愛称をつけられた特急列車は富士と、もう一つ何。大城さん。桜。桜です。桜という名前。これは苦しくなりました。何番。2番。2番。大城さんが頭抱え込んじゃったですよ。どうして引かねえんだろうな。ねえ、重なってるかな。重なってなかったらものすごく高橋さんラッキーついてますね。最後の問題になるかどうか参ります。およそ10年前に囲碁の大好きな日本のサラリーマンが考案して、あっという間に世界中に広まったゲームは何でしょう。高橋さん。オセロ。オセロ。いやこれはあとはね、あとはね、もう本当に重なってることを願うばかりですよ。あれだけ相手に引かせといて、あなた2枚目ですもんね。あなたがセットしなかったのは何番。7番。7番。7番どうぞ。そりゃそうだろう、重なりましたか。共に9番に重なりました。そりゃ大城さんあれでね、ノックアウトマーク引いちゃったら酷ですよね。かわいそうだって感じがしました。さあ最後の問題、高橋さんも頑張ってください。参ります。最後の問題です。樹齢7000年以上になる世界一長寿の杉など、貴重な杉の。大城さんどうぞ。屋久島。屋久島だ。杉の密林を保護する運動が行われているのは九州の屋久島です。いやーそうか、残念だったんですけどもね、まあ、ドキドキハラハラいたしましたけども、いいところまで最後までね頑張ってください。重なってましたか。最後取るかなったでしょうかね。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。やっぱりあなた心臓左にあります、はい、ドキ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 すごい感じ、はい、ね、目の当たりに100万円と見てますからね、はい、ウルトラ一発100万円、はい、行きたいですね。アイゴゴさあ苦戦の末勝ち取りましてね、憧れのスーパーダイスでございます。大東シーノ。さあいくつか出るか。8からスタート。8一つです。ワンツーのよいしょ。さあただ今度はいいですね、ダブルですね。4。あれちゃったか。ウルトラ一発100万円はありませんが、さあパーフェクトの30万円目指して頑張ってください。5です。何どうでしょうね。5一つ入ってないでしょうね。5。あーよし。9一つですね。いいですよ、いいところが出てますよ。9ね、1、2、3、6、7。次の優勝。ダブルが欲しかったけどね。1と7かな。1と7 1、7、2、3、6が残りました。よいしょ。今度はいくつか。5が出たい。あー、5が出た。2と3。さあ、2×6 6だ。3。あー、惜しい。さあ、ラストです。さあ、頑張ってください。6が出れば。
6が出れば100万円参加。6出ないですかね。はい、8万円が加わりまして11万円ですね。惜しかったですね。でもね、2回チャンスありましたもんね。はい、次の方です、どうぞ。花の独身 OL、 何でも手を出す福岡さんと呼ばれています。バレーボールにバドミントンにボートと手を出して使いたくましくなりました。そんなにスポーツ好きでいらっしゃいますか。そうですかね。ではノックアウトマークをセットしてください、どうぞ。さあどうでしょう、参ります。第1問、地震によって起こるのは津波ですが、台風によって海面が異常に上がることを何というでしょう。大城さん。高潮と言いますね。福岡さん何番。3番。さあどうだ。大城さんがニヤッとしましたんでね、ちょっと心配しましたけどね、セーフでした。カラットという単位は宝石の重さ以外にどんな貴金属の純度を示すときに使われるでしょう。大城さん。金。福岡さん何番。6番。セーフになってくださいよ。あ、セーフですね。ここで時間になりましたか。ね、これであれですよ、一応ウォーミングアップが終わりましてね、ゆっくり休んで気分を落ち着けて、そして明日またね、相手にノックアウトマークを引かせることができたら最高ですね。こちらも落ち着いてますもんね。はい、途中でございます、お時間になってしまいます。スーパー大好き、また夜です。クイズとダイスでいち早く溶けて気持ちよく鼻が通ってまいります。しかも1回1カプセル、これは効きます。そこの君、僕の彼女になりませんか。スーパーダイス Q。 ご覧のスポンサーの提供でお送りします。こんにちは、スーパーダイス Q でございます。今日8日は白露というわけでございましてね、いろんな葉っぱに梅雨が降りる頃という意味合いでございますけどもね、梅雨という感じがしないんですね、あなたはね。真っ黒けでまだ真っ盛りという感じですな。どうですか、調子は。上々です。上々ですね、まだ上がってますか。上がってはないとは思ってます。もうすっかり落ち着いてますか。そうでもない、これ落ち着きが肝心ですからね。はい、対戦の途中でございました。2問お出しいたしまして2枚引いておりますが、いずれもセーフでございます。はい、昨日のノックアウトマークの番号を確認してください。はい、どうぞ。では昨日からの続きでございます。第3問になります。建築材料などに広く使われる木がこれまでに日本全体で4分の1も枯れているそうです。さて、福岡さん。松。その木とは何でしょう。松。大城さん何番いきましょう。8番。8番。じゃあどうだ。あれ、うわー、アウトだな。大城さん本人はいやーしまったっていう感じがします。奥さんの方がですね、うわーなんかそっとしそうな感じになりましたね。まさかと思ったでしょう。はい、残念でございました。となれば昨日ね、6を出して30万円にしときたかったなって感じですが、はい、はい、賞金は11万円でございます、はい、どうもありがとうございました。なんか男っぽくて優しそうで ね、なかなかね、そんな男性を破ったわけですが、頑張りましょう。グッ。さあ頑張ってくださいよ。ワンツーの、よいしょ。まずは8からスタート。8一つです。いいですよ、なかなかね。ワンツーの9じゃなくて6。6一つね。さあどんな展開を見せますか。今度は10。いいですね。1と9。1からいきますか。はい、1
大丈夫かしら。大丈夫です。キュッ。あちょっとギャッとしましたね。はい、行きましょう。1の、よいしょ。いい数字が残ってますよね。なかなかね、6、2と4。4に入ってないか。斜めのライン、3、5、7と残って、今度は8行きましょう。8。よいしょ。8じゃなくて、8ですね。3と5。今度7。7。出るんです、出るんです。出るんですよ。7が。出ますよ。ドンマークが2枚出ましたしね、8万円が加わります。11万円ちょっと嬉しいですね。はい、こちらでございます。いい香りをお好きなところに。ダブルフレッシュ香りのコンパクト、お好きなところに置く、吊るす、くっつける。下駄箱の中だってほら、いい香りを置きたいところに置けるのよ。小さいね。でも長持ちは一人前。あなたならどこに使うかな。ダブルフレッシュ香りのコンパクト、ダブルになったダブルフレッシュ。あなた、お洗濯もね。はい。でもいろいろあるでしょう。大丈夫。 Don't worry, cheer ね。そう、チアーはいろんな汚れに2つの酵素でアタック。あら、結構みんな綺麗じゃない。いつでも OK よ。お洗濯はチアーにお任せ。ダブル酵素の全温度チアー、無輪もよろしく。ミニバックスにすれば、はい、タコ1、タコ2、タコ3、タコ4、はい、なに、タコの1匹逃げた。あー、いかにしやがい、いかに、タコ、タコ、タコ、ことは起こりません。お店の注文取り、伝票発送、支店ネットワークに